おはようございます。今日なんですけど、8月26でさっき卒論提出してきました。なんでもう大学院は終わりですね、ほぼ。まあ、これであと合格とかもらったら卒業して終わりなんですけど、まあ、それは11月とかの話なんでしばらくゆっくりできます。なんで今日これ動画撮ってるかっていうと、イギリスの僕の好きなストリートブランドのパレスっていうストリートブランドがあるんですよ。でそこのパレスっていうストリートブランドとステラ・アルトワっていうベルギーのビールのブランドがあって、そこと今コラボやってるんですよ。だからなんか日本で言うと何やろ、ベイプとキリンのコラボみたいな、そんな感じなんですけど、でそれでそのコラボのあれでパブをなんかパブジャックみたいな感じでポップアップストアやってて、でそこにちょっと行ってみたいなと思ってます。なんでちょっとその動画を撮ってます。今これピカデリーで今人を待ってるんですけど、友達待ってるんですけど、合流したら行きたいと思います。では、Many months later. とりあえず合流したんで、今からパレス、パレちゃわ、パレスアルトワ、なんかパブの名前改名してるんですけど、パレスアルトワっていうとこ行きます。今日 NG。 ビールといえば、ビールといえば唐揚げやん。昨日の残りを持ってきました。持ち込みありなんですか。やば。いや、ここ食べへん、外で食う。外で。いや、ビールといえば唐揚げやん。まあまあ。やっぱりね。まあ。じゃあ持ってこないかな。まあ。持ってきた。うい。では。てか街の盛り上がりがもうちゃう。人、木曜日の夜やのにバリ出てるし。ちょっと怖いな。あれっすね、めっちゃ混んでる。並ぶかな。まあグラス売り切れだったみたいなんですよ。やばい。なんか行ったんすけど、もうグラスないって言われて、でなんか明日のポップアップストアちゃうねって、パレスの本店行ったらあるよみたいに言われたんすけど、なんかもうそれがないんで今日は帰ります。僕ビール飲めないんで。ダメです。まあでもこんな感じでね、楽しい感じでした。なんか T シャツ、店員さんとか T シャツとか着てて結構いい感じの雰囲気だったんですけど、ということで今日はこんな感じで終わります。お疲れ様です。